どうも、ラオチンです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、コメントで、裏のなんとかって言われてて、裏ってなんだって思ってたんですよ。そしたらば、このね、竜の寄り地に、裏階層があったんですよ。裏階層。全然知らなかった。しかもこの裏階層に行くと、経験値が、普通の4倍なのかな ?4 倍ぐらいもらえるみたいで、まあ、ぜひまだ行ってない人は、裏階層行きましょう。行き方なんですけども、表の竜の寄り地、あれを全部クリアしてください。ミラボレアスまで全部倒しましょう。そして、金属地の祭壇、ここに来ると、このおっちゃんがいるんですよ。村長さんが。で、ここで、竜の寄り地の裏に赴く覚悟はあるかと言われるので、挑戦するで行きましょう。で、この裏階層は、強いの。若干強くはなるんだろうね。つまりもちろん、難易度は上がるだろうね。で、ここをワンパンするレベル。ワンパンできるレベルが85らしいのよ。85。俺ね、今、レベル83です。もうちょっとで、いける。うん。もうなんだろう、レベル上げがね、もう本当にね、しんどくなってきたんですよ。一回に必要な経験値が、どんぐらいだ ?250 万とか。こんぐらい必要なのよ。もうこれ、あそこ、俺がね、回ってるところ、2時間ぐらい回って、ようやく1上がるぐらいだったんで、いやー、これしんどいなーと思ってたんだよね。そしたらば、なんと次があった。ここが美味しいじゃないか。はい。まあ、とりあえず、倒してみて、どれぐらい経験値もらえるか、楽しみだね。ああ、パワーなしだ。そうか。仕方ない。ああ、倒した。あ、違う、もう普通のランボスだった。ごめん。いやー、うわ、嘘やられた。もうなんだろう、敵が最近さ、弱すぎて、もうなんとなく戦ってるからね。うん、なんとなくじゃ全然ダメっぽいね。で、ドスランボスたちを倒した。おー !2 万1000。美味しいね。確かここね、普通の表の方行くと、4500ぐらいだったと思うんだよな。ほんとだ。だいたい4倍から5倍経験値が入るみたいです。いや、これ知らなかったな。まあ、とりあえず、この裏ステージを、急走までささっと行ってみたいと思います。で、急走まで行く頃には、おそらく84にはなってる。84には全然なってると思うんで、これテクニックだったっけ?なんで、84までして、で、表の方で、まあ、1時間ほどレベル上げすれば85いくんじゃない?うん。まあ、それからがちょっと本番で、レベル上げ、しっかりとやって、99まで目指していきたいと思います。はい。まあ、もしもね、まだ行ってない人、まあ、多いと思います。この裏ステージ。まあね。ミラボレアス強いんで、倒してから行ってみてください。まあ、俺は84にそろそろなりそうなんで、99まで、おそらくもう少しです。頑張っていきます。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。